どうぞ。はい、翼さんとの根本と申します。2点あります。あ、ごめんなさい、ちょっと、はい、先日、立花投手が、統一教会は怖いと、あんまりこれからは言及しないよと、いうふうにおっしゃったんですが、具体的にどのように、何が怖いのかというのを教えていただきたいです。いや、そんな怖くて言えないですねそれはもちろん一つはやはり得体が知れないというのが一番怖いのは一つ原因です。でもう一つはこれは多くの人が間違っていますが、間違っていると思うんですが、我々政治家は宗教法人については宗教について介入するのはそもそもそんなことをするのが怖いですね。明確に政教分離というのが憲法で謳われている、まあ明確ではないか、まあ謳われている中で、いわゆる為政者と呼ばれる我々政治家が全く異なるその宗教という分野に対して口出しをするというのは最低限に抑えなきゃいけないんですよ。だから例えば我々がいつも言ってるのは NHK の問題には触れます、攻撃はします、受信料の問題、経営について NHK の経営については触れます。しかしながら NHK の番組内容について触れてはいけません。もちろん NHK の番組内容が明らかに虚偽、いわゆる嘘があるとかですね、まあもう誰の目で見ても、まあ一般的なその読者というか国民の目で見て偏りがあるとか、そういうようなことについて、発言するのは検閲の範疇には当たらないので言ってもいいと思いますが、やはり政治と宗教というのはもう片方はもう非現実的なことを信じる人たち、政治というのは現実的なことをやっていく人たちですから、政治が宗教に介入するっていうのはすごく怖いことなんです。そういう意味で多くのなんか政党政治家が統一教会云々と言っていますが、そういうことを言っている政治家が僕は非常に怖いと思っていて、でもちろんね寄付をしすぎて破産するとかね、自己破産するとかっていう人がいらっしゃることも事実なので、そういったことは防がなきゃいけないと思っています。というのはお布施をして自己破産をして生活保護になるってなると、それは国益に反することですから、例えば収入の何パーセントまでという上限をつけるとか、財産の何パーセントまでとか、これ以上の財産を最低残しなさいというような基準を作ることは、これは宗教に対する介入とまでは言えないと考えています。まあ、これはでも同じようにギャンブルも同じなんですよね。例えば収入がない人にギャンブルしていいっていうこの国の今のルールは大きく間違っているんですね。年収が200万しかない人が競馬で1レースに10万円かけることができるような状態になっている、まあ、そういう意味ではマイナンバーカードをせっかく作ってるわけですから、まあ、これで国民の財産収入をしっかりと管理した上でお布施の額はいくらまでというような法律を作ることについては、これは非常に、国全体を守る意味では大事だと思いますが、じゃあ統一教会がどうだっていうことについては、まあ、NHK の番組内容に介入するように統一教会が明らかな違法行為をしているのであれば、それは当然責められるべきものだと思います。 NHK が明らかな嘘を報道した時と同じなんですが、私の知る限りこの統一教会というものに対して何か違法行為をしているかというと実は見当たらないんですね。霊感商法は合法なんですよ、残念ながら違法にはなってないです。だからまるで霊感商法が違法行為のように発言している政党を見ていると危険だな、危ないな、よく分からずに世の中のその世論に乗ってやってるんだろうなと、そういう意味でいろんな意味を込めてツイッターには統一教会については怖い。もちろん安倍総理があのように教団に倒れてるわけですから、
その全然その犯人が犯人の動機は全くわからないわけですよね。俺皆さん分かったふりしてますけど犯人喋ってませんよね。皆さん犯人の声聞いてないですよね。全て警察経由ですよね。当然警察隠してる可能性ありますよね。当然その犯人というか容疑者本当のこと言ってない可能性の方が高いんじゃないですか。でも警察が発表していることをですね前提に、まだ有罪が出てるわけでもなく、その中で私は一宗教法人を政治家がああだこうだというのは非常に怖い。そういった世論とか今の政治家の動きに対して僕は怖いなと思っています。だからある程度分かってくるまでっていうか、そういう問題点ですよね。もし違法行為があるんだったら私も指摘はしますよ。でも少なくともどの報道を見ても統一教会は旧統一教会に違法行為があったというものはないんですよ。だから法治国家である以上は違法行為がない以上は政治家が特に宗教法人に対して物申すっていうのはかなり慎重でなきゃいけないっていうのが僕の考えです。いいですか。はい、次もうちょっとあれば。はい、奥野さんと対談されていて、そこで人口削減の話が出ていたんですけども、誰と対談。奥野さんです。ああ、奥野さんね。はいはい、人口削減。はい、はい、まあ、奥野さんは人口削減を、まあ、そのユダヤが明確にやっていると言っていて、まあ、それに対して立花さんは、まあ、人口減ってしまう分には何ていうか善なんじゃないかというふうな発言をされていたんですけども、でも人口ってその弱者から減っていくと思うんですけど、立花さんって行動を見てるとその弱者を救う活動をされてると思うので、なんか相反するなと思ったんですけど、その人口削減についてどのような見解なのかというのを改めて聞きたいです。人口削減っていうのはこれは神様が決めてるものだと思ってるんですよね。だから人が増えれば当然弱者から減っていくんですよ。ここは分かりますよね。だって賢い人は自分を守る、自分の家族を守るから。だから賢い人は子供を産む数もコントロールして自分の守れるエリア範囲内の家族の数にするとかってやるじゃないですか。でもそうじゃない人たちはどんどんその考えずに子供を産んでいくっていうことで、まあ東南アジアや南米アフリカでは生まれてきた子供が大人になる前に死んでる。でもそれを我々先進国は助けようとしてないわけですよね。だからそんな自然の摂理をおそらく奥野さんは言ってるんじゃないのかなとは思います。でその弱者を救済するっていうのはこれはその理性を持ってる人間としては当然のことだと僕は思っていて、でその人たちの信頼を持った上でこれ以上贅沢しちゃいけませんとか、これ以上じゃあ子供を産んで育てていけるんですかっていう教育っていうか、そういったところをしていかないと、もししかもそういう人たちがすごくお金を稼いでいく人、税金をしっかりと納めれる人を応援しないとあなたたちの福祉がなくなるっていうことをその人たちに伝えたいと思ってるんですよ。だから別に弱者を切り捨てるっていうことに賛成してるわけじゃないです。自然の摂理として弱者は沙汰されていきます。でもじゃあ今目の前にいる弱者に対してあなたたちは弱者だからいらないっていうんじゃなくて、あなたたちは弱者としてできることをしながら自分を守ろう、そのための知恵であったり生きていく手段を、まあ、手を差し伸べてるって言い方が上からかもしれないですけども、そういう形で連携していかないと、どん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 弱者が生活が厳しくなっていく原因をその人たちに理解してもらう活動はすごく大事だと思ってるんですね。だから全然弱者について、むしろ政治家なんて弱者が喜んでくれるありがとうって言ってるけども、受信料払わなくていいんですよ、そうなんですか、ありがとうございますで喜べる人が政治家したらいいだけのことなんですよ。だからもちろん僕は犬も猫も飼ってますけど、弱者ですよ犬も猫も。僕がいなかったら死んでしまいますよ。野生に話しても死んでしまうじゃないですか。でも可愛いから一緒に行って楽しいから
僕は施しをしているわけですよね。その関係が人間界でも僕はあるべきだと思うし、まあ、それでも成り立ってると思ってるんで、だからその人たちは経済的な弱者かもしれないけども、じゃあ一生物とか人間としての弱者かって言ったら結構そうじゃないですよね。そういう意味では人間の優劣ってないと思ってるんですよ。ちょっと深い話だけど、だってその人たちに教えてもらえることいっぱいありますよ。お金がないだけで、稼ぐ能力がなかったりするだけで、その人たちの草花に対する愛情とか、なぜ生きてるんだっていう、その人間ってなんで生きて生まれてきたんだよねみたいな、そういう話をした時にいろんなこう目から鱗というかね、いろんな気づきもあるので、だから経済的な優劣を言ってるだけなんして、人間としての優劣の方がないと思ってます。ちょっと長くなってあれですけど、そんな感じですね。